さて、あ、寝てんのか、普通に。まあ、時間帯ずらしてきたしな。今のワープの間に、この服は全部強化してきたから、あ、違う、南だ。全部強化してきたので、その時に、ちょっと日も、夕方になってたから、明け方に変えたんだけど、そのせいでカリウサ寝ちゃったな。いけるぜー、やっと、雷鳴の島に、正式に初上陸だな。いや、一回行ったんだけど、全く何も見えなかったもんな。ただ、祠の、雷鳴の島、なる場所に、行ってただけでなんか、ミネルと会っちゃったもんな。この服って、別に、雷向こうじゃないからな。いや、一応なんか今、セットボーナス発動してんだけど、雷雨時電気攻撃っていうシステムだから、別に雷向こうじゃねえのよな。いってえ！ただこれだけだから。これプラス、その属性無効にしてくれた方がな、普通に使えて助かったんだけど、マスターソードやめればいいのか。うん、これで電気まとうことはもうないな。ただ、ここにコログが、最後のコログがいんのよね。それと、ブロックゴーレムと、かな？あとなんかあったっけ？あ、あと古びた地図だ。ってことは、さっき解除しちゃったけど、やっぱ宝箱反応するようにしとこう。あ、ブロックゴーレムが1個持ってんのか。あ、めっちゃ反応するじゃん。下？そっちになんかある？まあ、いっか。最悪見落としても後で来るわ。やっとこの場所来れるようになったからな。どういうことだこれ。下か？なんかダメージ受けてるやついる。コログもどこにいるか知らんしな。俺どうやって行ったんだろうな。もうわかんねえや。どのルート飛んだかさ、かさえもわかんないから。とりあえず、ここがまあブロックゴーレムで、この辺に多分祠があんだよな。一回なんか探索しようと思って来たんだよな。雲かかってる状態で。あ、これなんかスイッチじゃん。壊れた。壊れたわ。まあちょうどいいや。縦にいっぱいくっつけてるから後で分解しよう。これ、あれ、なるほど。雷が落ちるようになってんのか。ああ、なるほどね。そうやって本来行くような場所なのか、ここ。まあ、道なりにどんどん進んでいくか。え？あ、そっか。装備し直したのがいけないやつだ。じゃあ魔王級かな。あ、やべえ！どうしようこれ。折れちゃった。登れるかな？頼む！頼む！オッケー。めんどくさいよ。間違えた。てか、ため攻撃出るんだこれ、そんなすぐに。痛い！痛いよー！あれ武器。ああ痛いよー。あ、ナイスナイスー。落ちてったわ。やったね。こっちになんかあるな。
番奥まで行ってももうイネル解放してるからあんま意味ないんだけどね。お、宝箱だ。古びた地図かな。違う。古びた地図もあと、ここにあるやつ回収すれば全回収なんだよな。もうさすがにないか。反応してないし。向こうに反応してるんだが。まあ、明かりたどって、てか死にそうだった。よく見たら。すっげえダメージ受けてたわ。あれ、最初の雷のダメージか。これ。下あるけど。誰？上に帰ってこれそうだよな、あの場所は。行ってみるか。あ？そっちに反応してんの？え？なんかあんのこれ。なんか向こう側にあったのか？これで帰るか。まあいいや、ブロックゴーレムを目指すか。ブロックゴーレムと、祠。あれはなんかありそうだな。なんかありそうだな。なんだこれは。これも電気だ。下になんかあるっぽいぞ。あれ破壊しろってことか。来ないね。強制発動させてやったわ。あ、来た。古びた地図ゲットしてんじゃないの。多分地底のもほぼほぼあらかた取ったから、大抵は過去シリーズの装備、武器だったりなんとかの勇者装備だったりだったから、多分全部取ってるんだよな。しまった。一番壁が長いところに捕まっちまった。危ねえ、危ねえ。レールで、行けって、ことだよな。あ、あるよ。え、鉄板か、これ。じゃあダメだ。危ねえ、危うく使うとこだった。なんかこういう祠やったな。あと動力が欲しいけどないの？ある。OK。ゴー。危ねえ。木製の悪いとこ出てた。あそこにいるのが最後のブロックゴーレム。オッケー。ほんでここに多分祠があんだけど、暗闇時代に来た時には一回なんかうまく迷い込んだんだけど、それ以降が全く分かんなくて全然できなかったんだよな。触れないのかあれ。ちょっと待って、雷が、あ、やばいかも。水辺だ。ふい、無理やり攻略と。
あー、雷竜。なんか落ちてる。空だけか。この中にあるんだよな。これどうやって行ったんだっけ？ブロックウォーレも倒して、あれに乗って下に行けってことか。上から行こうと思ってたけど、これ下から行くのが正規ルートだったのか。なるほど。だからたどり着けなかったのか。俺上から行こうとしてたから。見えないんだけど、ここに頭あるよ。体力減ったので、飲みます。オッケー、完封。最後のブロックゴーレムの倒し方、これでいいのか。それミネル装備失ってたりとか、ミネルしてないね。じゃあこれにくっつけとくか。違う違う。だよね、古びた。2枚回収。これも取ってんじゃね。オッケー、古びた地図全回収。危ねえ、逃げろ。古びた全回収できたわ。指定のも全部回収したってことだもんな。バツ印がないから。あ、さっきのできんじゃね。なんで下の反応しねえんだ。いや、びっくりした。びっくりしたですぞ。え、誰か飛び降りてった。誰？あ、ユンボーか。何やってんの。あとこれ。え？あ、ついたついた。これ上から来れたのかな？あんな開いてないから難しそうだね。正規ルートが下からってことでいいんだよな。めっちゃ上から来ようとして来れなかったけど。やってきますか。え、これ裸になるやつ。あー、浄化摂取ほこらね。はい、飛ばします。一心通電。これ一心か。多いなー。なんか戻せるやつとか、なんかなさそうだな。通電って何すんだ？あ、やべ、つい、もう反応された。あー、いいもんある。1個しかない。でもあっちに2個ある。まあ要は電気流して武器落とせよって話かな。あ、やべ、長い棒が。壊れた。 OK、少しでもマシな。オッケー。それが欲しい。
他は、ああ、そこにいるのか、いっぱい。上行くか。通電、ああ、なるほど、ここ、鉄板なのか。こういうことね。ああ、てか、ここも鉄板だったのか。行かないかな、うまく。あー、べべべべべ。うまくいかなかったけど、まあ武器落としてくれたからいいや。やばい、あいつ。こいつの武器やばいな。もう持ってねえ。痛え。一旦退避。誘い出そう。あいつはやべえ。オッケー。なんだやんのか。なんであいつ自分の雷食らわねえんだ。俺は食らったりするのに。危ない。回収。お前に武器は持たせるのはダメ。オッケー、終わった。うまくやればもっといけたな。てか、ずっとあそこに落ちてたのか。あれを一番に取るのが目的だったのか。あ、っていうかもうあれか。ここまで来ればあいつら登ってこれないから、これをこうでもすればよかったのか。まあいいや。クリアはクリア。これであともう残すのはコログの森にある3つだけだね。さてと、目的はブロックゴーレム討伐やったし、祠見つけた。あとコログだけだけど、どこにいるんだろう。最後のコログの場所だけは知らねえな、からな、俺。調べてねえや。雷鳴の島にいるなーってことぐらいしか。でも確かどっかこの辺にいたから、ここか。これにいたから胴体のどっかにいるんだよな。ここか、ここか、とかかな。近寄らんとこの面も反応せんしな。あー、これが開く扉の鍵だったりしたのかな。この中には迷い込んだことあんだよな、俺。登れるかな。あ、違う、これ発射装置なのか。あ、いけねえ。どういう発射装置なのこれ。え、違うな、あっちだ。シンプルにこの方向か。コログいますか。この端っことかいないっすか。いなさそう、いなさそうなんすけど。ねえ、びっくりした。いねえのか。ここじゃないってこと？これ帰るのもあれか。そこ行かないといけないの。行って。飛んだ方が早いか。飛ぶか。
よし、今のワープの間にコログの場所を調べました。ここじゃない。もうちょっと戻んないとダメっぽいわ。飛んでいけるかな。ここにコログいるっぽい。から、そこを飛んでいこうかな。こんなことなってるからな。ここには迷い込んだのね。てか、これあれか。やめろ!やめろ!こういうことか。まあ、でも俺が酔うアモンの上だ。あの飛び石で、赤い印のとこに飛びたいんだ。こっちじゃないや。どっち向いてる？こうか。全然違うな。もうちょっと戻すか。こうか？オッケー。急げ急げ。目標よし。これか。ああ、どこにいる？これ。あ、これか？この大木、あ、ん？大木になんかある？大木にどんぐりがあるタイプ？あ、岩があるタイプ？あ、ああ、ちょちょちょ。最後の、コログ、岩なのか。そういえば、コログの森の様子がおかしかったみたいだけど、今すっかり元通りになってるみたいでよかった。これで安心だね。コログの実をすべて集めたボックリンに報告しよう。よし、回収完了。どうしよう、ボックリンに報告しに行くついでにコログの森も攻略してもいいんだけどな。次回に回してもいいけど。さて、行くか。ついでに、報告だけはしときたいな。さあ、このロード画面は滅多に見ることないけど、コログの実も1000になったからね。多いな。あ、僕にいるわ。へい、僕に。キャッ！コログの実は全部集めちゃうなんてす、いっごす、いっごす。すっごいねー。ポーチも全部大きくなっちゃったし、これあげるー。ボックリンがくれた有効の実。強烈に匂う。うんこ。どうぞお気に入ってくれたら嬉しいな。それを持ってるってね、なんと、ボクチのダンスがいつも見られるよ。しかも、懐かしのダンスも踊れるんだ。だから踊りたくなったらいつでも話しかけてね。懐かしのダンスも踊れんの？じゃあ、懐かしのダンス。前作のだろ。いやー。懐かしいな。今なんかサイドにダンサーいるもんな。もういいです。で、あれどこにいんだあいつ。モナミン。あ、こいつか。え、カラッセか。水にある大きなぐるぐるするまん丸、絵でも見てから見てみたいな。あれ、俺撮ってるはずなんだけど違うのかな。これ取り直さないといけないかな。これかなーと思ってんだけど、取り直しが必要？あ、でも取った時に出てないってことは違うのか、そもそも。水にある大きなぐるぐるだからなー、水車かと思ったんだけど。ついでにじゃあ、やってく？これメインじゃない。どれだ？これか。なんだろう。お前の友達から聞いた話なの。
悩み事。よし、ちょうどいいじゃん、もう。わしから、おぉ、どうした？うん。あの明かりに沿っていくと、その先悩んでるコロたちがいるんじゃもん。言った話でも聞いてほしいじゃもん。カラッセの後で調べるか。なんかこの辺にコロがいた気がしたけどね。まあいいか、辿っていくか。どうせ祠っしょ。立ち入り禁止だよ。どうした？おい、君、この先行っちゃダメだよ。でも、ハイリ人か、コログじゃないなら、まあ、止めなくてもいいかな。実はこの先に気になるものがあって、また行きたいんだけどね。ほら、コログの森にも出てきた、あの遺跡だよ。あれが、俺が見たのは、なんか違う形のやつ、形のだったけどね。違う形？うん、それでね、もう一度行こうとしたら、今度は魔物がたくさん出てきて、木の魔物や骨の魔物が出てきて危ないから、ここでコログたちに飼いかけてたのさ。ハイリア人が行くなら飛べないよ。でも気をつけてね。あと、お花が迷わない目印だから抜かないでおいてね。オッケー。服変えよう。戻そう。なんかマスターソード光ってね。あ、合成してるから光ってるように見えんのか。花は抜くなって言ってたな。おお、なんか初めての試練感あるな。骨の魔物どこだって言ってたけど、別に無視しちゃってもよろしいか。勝手。あ、鼻抜かないでねって言ったけど殴っちゃった。燃えてろ。切断系の武器がいいんだよな。あ、いいのあるじゃん。おい、いっぱいいるな、本当に。無視していいか。花が目印、花が目印。なんかある？あ、なさそう。花が目印、花が目印。あった！セクンボマラ。マラ？そこだけ抜き出すのはまずいか。石持ってこいってやつか。まあいいけど。うわぁ。あ、意外と近い。え？これ、じゃあ違うよな。全部と、あ、待って、全部討伐してねえわ。一体いるんだった。これ、そうだったりする？あ、そこにいんの、いや、そうだったりする！え、これ弱点なの？こっちの方がいいや。ほら、イワロック全討伐完了！最後に討伐泣かしてもらいに行こうぜ。一番しょっぽいイワロックだったな。いる？これ。待って、お前、ミネル、あ、あるか。これにくっつけるか、じゃあ。オッケー。じゃあ行こう。よっ。そう。まあ、いっか、スキップしよう。報酬もらえるやつかな、これ。祝福であれ。あれ？いつの間に？あずき。いやあ、おかげでここまで来れたよ。敵倒してないんだけど、実はこっそり後つけてたんだ。魔物がちょっと怖かったけど、君のおかげでなんとかなったよ。でも前に見た時と形が違う気がするな。あんなお湯は誰が運んできたんだろう。不思議だな。そういうことか。周りだけ見てたのか。よーし、祝福。前みたいにギュッていかないよね。お、ディアモンド。いいのくれんじゃん。
出よう。さあ、出ましたけども。一回帰るか。